就任会議を開始します。はい。本日、まあ、実際は19日です。本日初登庁いたしまして、市長に就任いたしました。先の市長選挙におきまして、多くの大阪市民の皆様の負託を受けまして、市長に就任することになりました吉村でございます。まあ、これからしっかりこの市長職を全うしていきたいと思っています。先の市長選挙ではですね、やはりそのこれまでの橋本市政のどう評価するかという、そういった側面も多かったと思っております。その中でのこの選挙結果、そして私がこのマニフェストで訴えてきたことを含めて、これからの市政を考えていきたいと思って実行していきたいと思っています。というのも、まずはこれまでの大阪維新の政治、それから橋本改革、これの承継、この路線は当然していくということ、それを前提にしながらもですね、この議会でなかなか進んでいなかった改革、そういったところについては議会の皆さんともしっかり話をしながら進めていきたいというふうに思っております。で、我々この維新の政治のスタンスとしては、大阪市民の皆さんとしっかり意見を聞いてですね、話を進めていくというのが我々これ維新の政治のスタンスでもありますので、それをこれからも引き続きやっていきたいと思っております。で、特にまず最初にですね、一番最初にまず今日からでもできる改革というので最初に取り組むべき改革としてはですね、やはり市長である私自身に一番厳しい改革をするところからこの姿勢を始めようと思っています。退職金は廃止して、そして市長の報酬は 40% 削減する、カットするというところをまず一番最初の改革としてやっていきます。これは選挙でも皆さんにお約束しておりましたけれども、政治家自身、そして組織のトップ自身が一番自分に厳しい改革をする、そうすることで役所に対しても、市民の皆さんの大切な税、これを無駄な使い方は絶対にさせないよという、そういった意味も含まれております。役所の無駄遣いは絶対にさせないというスタンスでいきたいというふうに思っております。また職員の、そういった意味で職員のその給与のカットについてはこのまま継続してやっていくというのをまず一番最初にスタンスとしてしっかりと打ち出していきたいと思っています。その上でこれからの厳しい財政状況の中でもですね、やはりいろんな施策を展開していくということをしていく、その特に僕自身はさまざま、これ、市政の課題というのを広くわたってますけれども、子ども、それから教育、そういったところが、やはりこの大阪の将来を考えている上ではですね、子ども世代、子育て世代をしっかり行政でも、そういった施策を打っていてですね、教育を受けやすい環境にする、子育てしやすい環境をする、で、頑張る子どもたちを徹底的に応援するというようなことが大切だろうというふうに思っております。それから高齢者の皆さんの施策についても本当に支援を必要とする方いらっしゃいますので、そういった方に行政の政治のスポットライトが浴びるような、そんな政策を実行していきたいというふうに思っております。それからやはり私自身がこの政治をしている原点でもありますが、この大阪という町をですね、この日本の中でのもう一つの東京一極集中ではないツインエンジンにしていくというのは、これは私のこの政治の原点でもありますので、そこについてはしっかりと進めていくことになると思います。差し当たっては松井知事と府市一体でやっていきます。28日にはですね、福祉と推進本部を立ち上げて第1回目の会合をする予定にしております。この大阪がですね、経済的にも政治的にも文化的にもこの副首都としてふさわしい、あるいはその大きな大都市としてふさわしい、ツインエンジンとしてふさわしい、そういった大阪を実現していくため、そういった議論をこれからも続けていくということが大切だと思っています。この都構想についても、当然のことながら、これは行政の実行組織の在り方の問題だと思っておりますので、
この大阪の我々が目指す大阪像を実現していくための行政組織としてこの都構想、これ5月17日否定はされました、されましたけれども、今回の選挙ではこれを修正する議論、3年でこの都構想を修正する案を作らせてほしいということをこれ常々訴えてまいりましたので、そこについては引き続きこの都構想を修正する案を作るというそういったことをやっていこうと思っております。まあ、これから課題たくさんあります。地下鉄の民営化もそうですし、まあ、統合案件についてもそうですし、そういった課題、なかなか議会との話し合いがうまくいかず進まなかった部分、そういった部分はしっかりと議会の皆さんの声も聞いてですね、進めていきたいというふうに考えております。まあ、この大阪、今少し閉塞感があるのかなというところもあるんですが、そういった中でこの大阪が明るい大阪になるように、ね、そして成長する大阪になるように、そういったことを実行していきたいというふうに思っております。まあ、私、まあ、今日が初めてということになりますが、ご市長就任を受けてですね、本当に責任感と、それから身を引き締めていこうという思いと、そういった気持ちでいっぱいであります。まあ、これから大阪、より大阪を実現していきたいと思っています。まあ、報道各社の皆さん、記者の皆さんにおかれましては、これは当然この組織をチェックするという立場だと思いますし、そのチェックするというだけではなくてですね、より良いところをどん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 広報していくと、市民の皆さんに、府民の皆さんに伝えていくというのも皆さんの役割かなというふうに思っております。まあ、そういったところでこれからですね、皆さんとも意見交換をしながら、あるいはその皆さんにお聞きをされることについてはきちんと答えていきながらですね、この大阪にとって、いい政治、それを実現していきたいというふうに思っております。私からは以上です。それでは質問をお受けします。必ずマイクを通しまして社名氏名名乗りの上をお願いいたします。幹事社の YTV さんから。幹事社の読売テレビの上場と申します。よろしくお願いします。私から2、3質問させていただきます。まずは初めということなので、今日から実質的に4年間の市長としての、スタートがするわけなんですけれども、改めてこう、まあ、ワクワクしているのか、責任感を持ちているのか、心境を改めて考えますでしょうか。いや、ワクワクしてます。ワクワクしているという気持ちと、それから、やはりこの姿勢をしっかりと前に進めていかないと、いかなきゃいけないという責任感と、その2つの気持ちですね、それが併存しているような状況です。強烈な発信力を持った橋本前市長の後を引き継ぐということで、はい、いろいろと比較の声なども出てくるかと思うんですけれども、 そのあたりについてはいかがですか。いや、本当にこれは、まあ、市長を挑戦しようと思った時から、まあ、それはもう思ってましたけれども、やはり橋本市長というのは強烈な発信力と、それから実行力もあったと思っています。で、いろんなこう市民の皆さんのアンケートというか、皆さんの新聞のアンケートでしたかね、大阪市長でありながら次の総理にしたいナンバー2に選ばれるような、まあ、そんな市長の後ですので、まあ、様々比較はされると思ってます。それはもうある意味、覚悟の上という、まあ、言い方が正しいかどうか分かりませんが、覚悟の上で今この場に立ってますので、まあ、比較されながらもですね、自分らしいやり方で進めていくということをやっていきたいと思っています。その発信力を真似することはできないかもしれないですけれども、まだそれ地味な、橋本市長から比較するとこれ地味な市政運営だというふうに言われて、まあ、いろんな人から言われることがあるかも分かりませんけれども、大事なことは前にこの政治を前に進めていくことだと思ってますんで、まあ、そういった意味ではそれほどなかなか発信力が、ね、という目では比較されても十分じゃないと言われることあるかも分かりませんけども、自分らしいやり方でこの大阪の政治を前に進めていきたいというふうに思ってます。先ほどの事務引き継ぎでもですね、残したものも多かったというようなやり取りが2人の間であったかと思うんですけれども、今後の市政改革で、目玉といいますか、こう優先的にこう進めていきたいというものはありますでしょうか。いや、今これ動いていると
という意味であれば、やはりその大学の統合の話であったり、あるいはその地下鉄の民営化、バスの民営化、ああいったところはもう議論もだいぶこう詰まっ修練されてきているところでもあると思いますので、そういったところは来年早々にでも、来年早々というか、早い段階でのこの議論になるのかなというふうに思っております。何より、予算、議会が始まりますんで、来年年明けたらですね、予算においてはこれ様々な課題が当然1年間のことをドーンと乗っかってくる議論をすることになると思いますから、そういった意味で、それは優先順位ということはないのかもしれませんけれども、目玉としてはそういったところになってくるのかなというふうに思っていますね。教育絡みについてもそう、様々ございますけれども、給食なんかについても僕はこの市長選挙で、美味しい給食というのを訴えてきましたのでね、この自分の市長任期のこの4年の中で、自己調理方式、それから親子方式、そういった学校で調理する方式のやり方で 100% そういった学校調理の方式に移行させていきたいと思っています。それは自分の任期の要点の中でやりきりたいというふうに思っていますね。さまざまでもさまざま多くの課題はありますが、今ご質問であればそういうことなのかなと思っています。地下鉄と大学については早ければというのは年度内というのもお考えでしょうか。年度内というか、その提案は当然来年年明けてから提案はしていくことになると思ってますね。わかりました。幹事社からは以上です。では次お願いします。ABC さん。ABC の木原です、はい、就任おめでとうございます。早速ですけども、早速予算を組まなきゃいけないと思いますけれども、来年度予算を組むにあたっての大方針とですね、それからマニフェストで約束されたものの中で早速来年盛り込もうと思っておられるものを教えてください、はい、まず予算については当然この厳しい財政状況の中ですので、実現はできてないですけれども、収入の範囲で予算を組むというその方針についてはやはりこれは維持すべきものなのかなというふうに思ってます。ただ一方でその決算ベースで見るとね、これどうしてもその予算と決算の乖離っていうのが非常に多く出てるところでもあるのかなというふうに思うと節は持ってます。そういう問題点は持ってます。でその決算ベースで見て当然赤字を増やすとかそういうのは絶対やったらダメですし、それはいけないとは思うんですけれども、この決算と予算の乖離というところも少し考えていかなきゃいけないのかなという、そういう問題意識はちょっと持ってます。ただこの財政規律はしっかり守っていくというのは僕の中では当然、あります。でその申し上げているのはやはりその決算ベースで見ると、当然不用地の売却、土地の売却とかそうそう等々あるんですけれども、やはり大きな黒に出ているのが今の現状だと思うんですよね。ですので、そういった意味で、そこの予算と決算の乖離の部分も踏まえながら、このある程度この考える必要もあるのじゃないのかなというのは実はちょっと思ってるんですね。ただ大前提としては収入の範囲で予算を組むということは頭の大事な原則の一つとして置いていきたいというふうに思っています。で早速その取り組むべきこととしては、先ほども少し申し上げましたが、これはまだ、調整中ではあるので、何とも言うことはできないですが、マニフェストの中に書かれていることとしては、一つは子どもたちの給食、これは流れ喫緊の課題だろうというふうに、思っております。その給食をどうしてもこれ活動する中でもですね、美味しい給食を実現してほしいという声は非常に多かったので、そういったところについては組み込んでいきたいというふうに思っています。あとはこれは調整中のところではあるんですけれども、子どもの医療費のところですね、
まあ、中学校修了から修了まで今医療費になってますけれども、これを18歳まで、まあ、いわゆるその大阪において、医療費の実質無償化が0歳から18歳まで図れるような、そんなところについては予算に組み込めないかなというのは今ちょっと調整して検討している最終です。あとはその子どもたち、待機高齢者の、これはもう予算の規定路線でもあるんですけれども、待機高齢者の皆さんのこれをゼロにしていくというような、いわゆるその特別養護老人ホームの整備についてはもう引き続き、この平成29年度までにこうゼロになれるような、そんな形で予算に組み込んでいきたいというふうに思ってます。子ども医療費、女性18歳までは選挙中は任期中に実現したいとおっしゃったと思うんですが、はい、それも はい、いきなり1年目に実施することも検討されているということですか。そう、予算に組み込めるかどうかちょっと今検討しています。わかりました。それとですね、市政と国政政党 の役職もしていらっしゃるので、市政と国政のバランスをどうお考えかという点をお伺いしたいです、はい。まず前提として、今国政政党のいわゆる平仮名大阪維新の会の政調会長は浅田府議会議員が就任されていると思っています。で、僕自身はちょっと分かりにくいですけど、地域政党の漢字の大阪維新の会の政調会長を就任しています。ですので、僕自身はそれが新代表の松井代表の下でのその役職の指名です。で、僕自身はそういう意味で、この大阪の政治に、限りなく専念すると、この大阪市長という職に限りなく専念するということをしていきたいというふうに思っています。当然この大阪、平仮名大阪維新の会の政調会長ともしいうことになればですね、さまざま国政課題、外交の問題であったり、あるいは安保の問題であったりということを当然やっていくということになると思うんですが、それは新たにその浅田政調会長が就任されたということなので、僕自身は大阪の政治に当然軸足を置いて、していきたいというふうに考えています。当初平仮名の方の政調会長という話もありましたけれども、浅田さんに変わったのは大阪に専念するためにあえて外してもらったということなんですか。いや、そこまでは新代表、新松井代表と話はしてないですけれども、松井代表の指名がそうだということであれば、私はそういう趣旨だというふうにもう受け止めています、まあ、そこまでは言わずもがなというか、まあ、すぐは理解できることですので、はい。もう1点だけすみません、市の労働組合との関係ですけれども、はい、裁判や労働委員会の結論がほぼ出尽くしていますけれども、はい、今後組合とはどう向き合っていくのかというのと、具体的に地下にまだ1つ組合の事務所残ってますが、これは退去を求めていくんでしょうか、それともきちんとした賃料を払うんであれば残ってもいいというお考えなんでしょうか。まずその組合との関係については、当然その組合というのはですね、その組合、すなわち職員の皆さんの その労働条件についてその適正を確保するという団体だというふうに認識しています。ですので、そういった意味での組合との関係というのは、これからしっかりね、交渉あるいは話というのはしていきたいと思っています。ただこれまでのこの大阪市政を見てましたら、どうしても政治活動が非常に行われることというのも多かったと思うんですね。そういった意味で、その組合の便宜供与を禁止する、そういった条例であったり、あるいはその職員の政治活動、これを制限する条例というのを、これをやったわけです。ですので、その組合の政治化という意味では、私はやはりそれは違うだろうなという思いを持っていますので、これまでのこの裁判についても、まあ、それぞれ一個一個大きひとまとめでくぐるのはちょっと乱暴かなというところもあって、一つ一つちょっと違うところもあるのかなというふうに、思ってます。で、この役所の施設についてはですね、施設というかについては、これ本来はこれ大阪市民のためにある組織だというふうに思っております。役所の職員がしっかりここで仕事できるように、
することも大事だと思ってますし、本来はこれは大阪市民のための当然庁舎だと思ってますんで、そこに対してその組合がね、その便益を受けるというのは僕は違うだろうなというふうに思ってます。ただその今いるその労組事務所についてどうするかというのはちょっと引き続きちょっと内部でも揉んでいきたいと思ってますが、僕自身の基本的な発想としては本来組合というのは当然その労働条件について話をする組織であって、この政治的なところで何か活動するものではないというふうに認識ですし、この役所の便益を供与するというのはあるべき姿じゃないと思っています。はじめです。よろしくお願いします。先ほどですね、議会の声を聞くと、橋本さんの残された案件についてもということなんですけれども、これ具体的にこの議会との向き合い方ですね、改めて教えていただけますか。まず当然今回の選挙戦で、私はマニフェストを掲げて、この選挙戦を戦ってきたわけです。ですん で、で今回こういった市民の皆さんの審判を下されて、いますので、そこの民意が何より大事だろうというのはまず思っています。でその当然そういった意味ではこのマニフェストに掲げていること、これをベースにしながら話をしていくということになる、なると思ってます。ただこの二元代表制の下でではですね、大きな改革についてはやはりその議会の最終的な賛同がないとこれはもう進まないというのが今のこの法律の立て付けになってますので、賛成か反対かということだけをしていくというやり方ではもうなかなか進まない状況に来てるんだろうなという認識です。ですんで、当然このマニフェストで掲げたことを軸にしながらもですね、議会には議会の当然考え意見があると思ってますので、それを聞いてですね、そちらの方がより良いというふうな判断があればですね、この修正点っていうのを図っていくというのが大切だろうというふうに思ってます。そうじゃないと今までのこの否決されたそのままで、そしてそれでまた今回の選挙を踏まえたとしてもそれで全くどうなるのかというところもあると思いますので、そこはしっかりと話をしていきたいと思っています。都構想の修正案なんですけれども、ご自身の中で描かれた今後のスケジュール感について教えていただけますか。もう来年早々からまずはその市民の皆さんの意見を聞くというのはこれ政党単位で、やっていきたいというふうに思っています。いわゆる大阪維新の会としてこれは党の一丁目一番地の地域政党として一丁目一番地の政策としても掲げているので、これは来年早々からも市民の皆さんと話をするという機会は作って意見を聞いていきたいと思ってます。で役所でも当然これをマニフェストで掲げているわけですから進めていくということになると思いますが、それについては相手やはり組織づくりをしないとなかなか動かすというのはできないと思ってますので、その組織づくりをしていく必要があるだろうなというふうに思っています。ですので少し時期がずれるのかなと。ただ来年の春ぐらいからはですね、そういったことも役所を通じて大阪市長としてやっていくというのもやりたいというふうに思っています。具体のスパンとしてはそこからいろんな意見を聞きながらですね、この3年以内に3年以内にこの都構想の修正案というのを作り上げていく、つまりその完成させていくというのをこれも選挙でも謳っていたわけですから、で私の今の思いとしてもそれはありますので、それをやっていきたいというふうに考えています。住民投票なんですけど任期中に目指されるというんでしょうか。そうですね、それは目指していきたいと思ってます。25日に施政方針されると思うんですけれども、はい、この中にその都構想についても触れられるお考えですか。そこについては触れようと思ってます。都構想については触れようと思ってます。
ただまあその具体的にというのはまだこれ25日のこれ議会での方針の発表の場ですので、まだ今の段階でじゃあ具体的な中身はどうなんですかと言われるとお答えできないですけれども、都構想というワードに一切触れないということはないというふうに思っています。すいません。あと僕らとお付き合い方の件ですけれども、はい、橋本さんは、まあ、そのご自身の政策についてですね、はい、まあ、まず先にメディアにバーンと出されてですね、あと、まあ、後で市の中で調整するというようなやり方も結構あったんですけれど、はいはい、ご自身としてそのメディアの発信の仕方というか、橋本吉村さんのカラーの出し方ってどのように考えられますか？そこは全てが全てそうすべきではないというふうに思ってまして、その一部そうした方がいいという自分の中で判断があったときはそうしていきますけれども、基本的にはまずはやはりこれ先ほど申し上げた通り、いろんなその議会の同意がないと進まないような事項についてですね、例えばここでバーンと打ち上げて、そしてこれはもう得られそうにないこともまずそうするというのはどうかなというふうに思うところもありますので、これまあ議案にもよる、そして中身もよると思うんですが、そのまずここでバーンと打ち上げるというやり方、その政策によってはそうすることもあるとは思うんですけれども、そうじゃないところ、これ話し合いをして十分にやっていってですね、成立させていくべきだというところについては、いわゆるそっち側の交渉の方を優先しながらですね、やっていくということもあるかと思っています。それは最終的にじゃあ何が判断基準かと言われると、その議案をどうすれば修正されて、修正も含めてですね、どうやったら通っていく理解を得られるだろうかということがまず基準になりますし、そしてそれが最終的には自分で、あるいはその政党として、これそして行政として、まあ、この政策としてやりたいといいと思っているものをどんどん提案していきますんでね、それはその市民の皆さんにとって利益になると思ってやっているわけですから、やはりそこは通っていかないとなかなか意味がないという話になりますので、それは本当にケースバイケースで判断していきたいと思っています。朝日新聞の上です。よろしくお願いします。都構想でちょっとついで先ほどの続きなんですけども、大都市局の後継組織は、議案で来年出されて4月にも設置したいというような考えでしょうか？そうですね、来年議案で出すということになると思いますね。2月議会、その議会の中身についてはちょっと議会ともちょっと話はしていきたいと思ってます。副首都推進局という名称で一応現在は考えていらっしゃる。そうです、まあ、名称としてはそういった名称で考えています。だから副首都推進本部と連携するという、まあ、そういった形になっていくんでしょうね。5月の住民投票も衆院議員として、都構想賛成の活動されたと思うんですけども、反対多数になった理由っていうのはどういうふうに分析されてますか？現状これは大きく2つあると思ってます。で、1つはその都構想というものについて、すなわちその大阪市を特別区に改編する、そして権限をあるいはその特別区と大阪府、まあ大都市法上は都とみなすとなってますか、僕ら大阪都と呼んでますけど、その都と区にこの権限を分配するという、この大きな立て付けがこれ大都市法になるわけですけど、もうそもそもその再編自体はどんなものであっても絶対ダメだという反対派の方は、これは一定数、かなりの数だと思います、一定数いらっしゃると思ってます。今回の選挙戦においても都構想は完全集結させるというのは私以外の候補が言ってたわけですから、そこに、あれだけの票が入っているのを見るとですね、やはりどんなことがあっても都構想というのは絶対ダメだよと、修正案なんかやったってダメだよというような意見もの方がいらっしゃる、まあ、そういった層が一つあるのが一つ、そしてもう一つがやはりこのその大阪市の再編、特別区の再編について、別に悪くないと、これまでの大阪府と市のこの在り方についての問題あるんじゃないか、そのやり方、在り方自体はこの大阪の将来を見たときには悪くないよというふうに思っている
ている方もたくさんいたと思うんです。ただその中で、この維新のやはりその都構想の案の進め方、議論の進め方がですね、どうしてもこの維新の一方的なところもあったんじゃないかと、住民の意見は聞いてたんですかと、あるいはその高い派の意見は聞いてたんですかというところで、不安に思われてた反対派の方も私はたくさんいらっしゃると思ってます。大きく言うとその2つに分けられるのかなというふうに思ってるんですね。だから何が何でも絶対反対の人と、それから反対には通したけれども、これはもっといろんな市民の意見を聞いたり、高い派の意見も聞いて、より良いものを作っていくんであれば、大きな将来性としてはよく分かると。だけれども今はやはり不安があるので反対を投ずると言った方、この大きく2つに分かれると思ってるんです、ね、それを足して、やはり70万票という票になってるんだと思っています。で、私自身はその特にその後者の方の方、大きなこの後者の方の塊について、一定理解されるような案を作っていく、つまりその市民の皆さんの声を聞く、それから高屋の皆さんの声を聞く、そういったことを、そしてしっかりと説明する、そういった手続きを踏むことでですね、理解を得られていく、そういうふうに思ってます。今回の選挙戦も私はそういった面も反映され一部出てると思うんですよね。ですので、そういった意味で、反対の理由という意味であれば、その大きな2つの反対理由が、反対の方の塊があるのかなというふうに思ってます。地下鉄民営化と大学は、進み始めているかと思うんですが、公募制度とかですね、敬老パスは選挙戦で反対側の方が見直しを訴えていらっしゃいましたが、それは引き続き橋本姿勢を引き継がれるのか、一部改善点を何か探そうとされるのか教えていただけますか。まず公募制度については、当然原則これは続けていきます。これは私も市議会時代に、この職員基本条例や、あるいはその学校教育基本条例、2つの条例に分かれましたけども、あの条例を原案作りに携わった人間ですので、そういう思想を持ってますから、やはりその役所の中に、そういった一定のそのやはり公務員ではずっと公務員やってきた中では発想ができないような、その新たな視点を、新たな風をこの役所の中に入れ込むという意味では、僕は公募制度というのは大事だと思ってます。それから役所の内部の中でもやる気のある人が手を挙げるような、そんなことが 大切だと思ってますので、その公募については原則これ続けていきます。で、ただそのやはりこれまで一定不祥事というか、そういうのも出てきたこともこれまで事実ですから、この採用のあり方ですね、例えばその校長公募であれば、組織マネジメントの点だけじゃなくてですね、その子どもたちの教育的な視点、子どもたちの心の教育というか、そういったところがどこまで、その方、その公募を応募されている方が持っているのかというようなところも含めてですね、判断していく、つまりその採用基準を厳しくすると、より厳格にするというやり方で進めていきたいというふうに思ってます。ですので人数がちょっと減るようなことがあるかもしれませんけれども、それは別に人数の多い少ないが問題ではなくて、その公募の理念というのはしっかり進めていって、そして採用については、不祥事なんか問題点が出てきたところについては、当然これ分析してですね、厳しい目で見ていく。だけども原則はそういったことを修正を図っていくけれども、原則としてこれは続けていくということになると思います。で、その経路パスについては、これはもう選挙戦でずっと争点として訴えてましたので、今の段階で何か見直すというつもりはないです。で、今の制度を維持するということになるかと思います。最後にします。今日午前中に橋本前市長から事務引き継ぎありましたけれども、これまでの間にも公式にも、プライベートにも引き継ぎ何らかあったかと思うんですが、その事務的なものを除いて、メッセージとして何か、これは生かしたいなとか参考になったなというもの、印象に残っているものありましたら教えていただけますか。やはり橋本市長、これまで、僕は橋本市長は橋本市長、僕は僕のやり方で、ずっとやってきたけれども、
これからもう新たなステージに入ったと思っていると。ですので、これからやはりその市民との対話、議会との対話を通じて物事を前に進めていくということが大事だと思っているので、そこは吉村さん自身のやり方で進めてくれたらいいと。ですので、その橋本市長のやり方を真似する必要もなくてですね、それを吉村さんのやり方で進めていって、少しでも大阪のこの政治をね、前に進めていってほしいというのが大きな引き継ぎ事項スタンスというか、今はそういったところですかね。ですから、そういった意味でその進め方については、その改革の中身とかそういったことについては当然僕同じ政党ですし、僕も掲げてきた内容ですから、これはまあ当然、継承していくということになると思いますけれども、その進め方については言って、その大きく転換するということもやって進めていってくださいというような、まあ、そんな話をやり取りしています。前任者から、まあ、アドバイスを受け続けられるというのは別に通常のどんな仕事でもあると思うんですけど、今後はどれぐらいその助言というかアドバイスを求められるというか。いや、ことあるごとに、ことあるごとというか、その課題がね、課題が出れば出て、前の状況はどうだったのかというのを、僕自身が判断するにあたって、前の時の状況はどうだったのかということが出てくればですね、それは問うていきたいと思ってます。というのは、その橋本市長から見た同じ課題だっても、橋本市長から見たその課題の問題点 その本質の捉え方と考えと、それからその役所自身が認識している、その橋本氏はこういうふうに言う、これまでの考えはそうでしたよというようなことっていうのは、多少本当に完全に一致するのかなというような時もこれあり得ると思いますので、そういった点についてはこれまで当然前任だったわけですから、それまでの状況がどうだったのか含めて聞くということはやってもいいと思ってます。ただ最終的に判断するのはこれ 僕自身が判断していくということになりますんでね、一切連絡を取らないとかそういうことはするつもりはないですけどね、連絡を取っていただけるんであれば。橋本市長は一期4年ってかなりこだわって、はい、公言されたと思うんですけど、それは同じくなんでしょうか。それも当然です。これは、まあ、橋本市長に限らずだと思うんですけれども、この4年間の任期ということで、この選挙についてこれ任期与えられたわけですから、この4年間で、僕自身の今回マニフェストで掲げたことっていうのを実行できるように、この1期4年というのは一つの単位としてですね、考えていくのは当たり前だと思ってますし、もうそれはもう政治家だったらもう当然だと思いますので、それはそういったスタンスで考えてます。 NHK の一吉と申します。よろしくお願いします。2つお聞きしたくてですね、先ほど触れてらっしゃったの地下鉄の民営化なんですが、先ほどの市長のお話ですと、2月議会に、基本計画を議案として提出することになろうかと思います。でその基本計画の中に、地下鉄 その民営化の今後のありようについて、これまで吉村市長はマニフェストで、まずその市 100% 収支の会社に、まあ経営権も、まあ、資源も、まあ、両方上下分離せずにですね、譲渡して、まあ、その後完全民営化を目指すということを、まあ、訴えておられたと思うんですけれども、これはこれに対して自民党は、まあ、市 100% 出資の会社に渡す場合でも、まあ、上下を分離させて、まあ、やるべきだと。で完全将来民営化については、まあ、ごにょごにょっていう感じでしたけれども、そのあたりの盛り込み方っていうのは今のところ市長はどうお考えでしょうか。地下鉄の民営化については私はその上下分離させるべきではないと思ってますので、これ水道はちょっと事情が違うのだろうなと思いますけど、地下鉄については上下分離させるべきではないと思ってますから、まあ、そういったことが基本ベースになってくるんだろうなというふうに思ってます。完全民営化っていうところまで基本計画のところには盛り込むんでしょうか。明確にそこについては当然これから先の議論の話もありますので、
当然我々は完全民営化を目指しますけれども、その基本計画の中にどこまで盛り込むかというのはこれまでの議論も踏まえた中でですね、プランを作っていけば作ればいいというふうに思ってます。あとすいません、都構想の練り直しの件なんですが、まあ、実際その都構想の練り、まあ、住民投票にこぎつけるためには、まあ、法定協議会というものをまた立ち上げる必要が出てくると思いますけれども、法定協議会を設置するための議案というのは来年の2月議会に出すお考えはありますか。法定協議会について来年の2月は考え、今のところは考えてないです。というのはやはり一定の理解が得られなければなかなかそこは法定協議会というのは難しいのかなというふうに思ってますんで、そこはまあ来年の 2月なのか、あるいはその先なのか、ちょっとこれは時期的な問題ではないと思ってるんですね。だからそこについて議会の賛同がない限り法定協議会というのはなかなか否決されてしまえばそれで終了地話になってしまいますんでね、そこはそこの議会の中での話し合いで量とされるようなタイミングが来ればですね、当然これやっていきたいと思ってます。まあ、早い段階でやりたいのは早い段階でやりたいですけれども、そこはやらずに議会との話し合いが必要だと思ってます。ですので今この記者会見の場で、いや必ずこれ来年の 2月に出しますよということはちょっと言えないですね。はい、ありがとうございました。また質問のある方、日経さんと産経さんと UBS さんと毎日新聞さんと読売新聞さんと吉富さん、6社他はないですか。この6社で最後にさせていただきます。まず日経新聞さん。日経新聞の木下と申します。成長戦略について、伺いたいと思います。今までのお話の中で、まあ、成長する大阪にしなきゃするというお話と厳しい財政状況というお話が出ましたが、経済の活性化策という範囲においてはどういう優先順位で、取り組まれるお考えでしょうか。まずこの大阪 の経済活性というのが本当に大事だなというふうに思っています。このやはりその経済が活性化しないことには市民生活も潤うということはなかなかないでしょうから、この経済の活性というのは大事だと思っています。ただその経済の活性というのは大きな意味でその大きく大阪の経済を活性させていくというような部分についてはまずはその風と一体でやるようなこともたくさんあると思っているんですね。風の統合案件もそうですけども、風と一体でやっていくようなこともあると思っています。でその観光段階についても非常に重要なキーワードになると思ってまして、今さまざまこの観光局で、これ実施しているところもあるんですけれども、この大阪の観光をどうやってさらにこう伸ばしていくのかというのは非常に大切だろうというふうに思ってます。民泊条例なんかもそのうちの一つなのかなというふうには思ってます。ただここはまあその議会との話が必要になってきますけれども、観光について強化していくというスタンスが必要だなというふうに思ってます。まあ、そういった意味で、まあ、風とも当然共同してやっていかなきゃいけないですし、でもう一つはこれまで その経済団体との関係なんですけれども、この大阪の力、持ってる力を発揮するという意味ではやはりその経済団体との関係というのは少しもう少し連携を持たなきゃいけないだろうというふうに思ってます。で一緒になって、この大阪が持てるもの、大阪のいいところ強み、それを発信していく、そういったことが大事だと思ってますので、そういった関係をもう一回再構築してですね、まあ、自分自身僕自身がその大阪のこの観光であり技術であり産業であり、文化も含めてですけれども、いい面についてどん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 国内国外に発信していくと、トップセールスのようなですね、そういった役割を担っていきたいというふうに思っています。経済団体との関係の見直しっていうことは具体的にはどういうことなんでしょうか。これまで、例えばこの意見交換の場についてもですね、なかなかこの数が少なかったり停滞しているところもあったと思ってますので、そういったところは積極的にやっていきたいというふうに思ってますね。
まあ、経済団体が、まあ、その進めたいと思っている案件で、かつその観光ということに関連してですね、あの IR っていうのがあると思うんですけれども、今あの、まあ、国会での法案成立がないとその事前調査もできないということで、今あの市としての動きが止まっていると思うんですが、こうした状況を市長はどういうふうにお考えになっているでしょうか。あのこの IR については、あの夢島に誘致するということを掲げて、今回この選挙戦もあの戦いました。で、あの先ほど申し上げたその観光という意味では、この IR っていうのは本当に大きな起爆剤になると思ってるんですね。あの東京は、まあ、東京オリンピック招致してますけれども、この大阪においてはやはり私、この IR の誘致というのが非常に大きな、このその観光というか、その経済というか、その先ほど言った大きな目線でいうと、このあの目玉というか大切な施策になると思ってます。でそれはあの強い推進力で進めていきたいと思ってるんですね。で確かにおっしゃる通り、私も国会に言いましたけれども、なんかあと少しのところまでは来てるんですね、法案についても。自民党と維新の維新につ自身はこのもうこと法案をやりましょうというところまで来て、ましたんでね、あとはそのギャンブル依存症対策っていうのをしっかりとこれ、打ち出せば、あの国会でも理解を得られる、そういったところに来てると思うんですね。で時代の要請としても、この IR がないという先進国もこれないわ、ほとんどないわけですから、そういった意味でこれは時代の要請として必ず国会も私は通してくるんだろうなというふうに思ってますから、その時にですね、この大阪がこの他都市と比較してやはり遅れを取ってはいけないという思いがあります。ですので、あのまあ予算はついてない状況ではあるんですけれども、そこは私自身はこのこれはもう松井知事ともこれ一体になってやるわけですけれども、IR の誘致というのを積極的に進めていきたいと思っています。産経新聞の長原です。大学統合についてはですね、ま、自民党のフリーランがですね、ま、賛成に回っていて、あの大学統合を進め始めていると思うんですけれども、その他の統合案件、あの研究所であったりとかですね、港であったりとか、そういったものはあのどの段階で市議会に出されていこうというふうに考えていらっしゃいますか。あのそこについては、あのまずある程度この議会で話を したいと思ってます。でこの段階で、いやもうすぐ2月議会に出しますというのは僕は間違っているのかなという、あの話の仕方として間違っているのかなと思ってますので、そこはあのちょっと議会と話を して、その中身についてある程度その詰めていきたいというふうに思ってます。大学と地下鉄についてある程度議論は修練してきているのかなというふうに認識しています。必ずしもこれまでと同じ案ではないものを出していく可能性が今後あり得るということですね。そこはまあその議会と話してやらないと、同じものを全く同じものを出してもまあおそらく否決になるんでしょうから、そうならないように、まずはその理解を得られて、どこが問題なのか、その議案が変わるかどうかはちょっとそこまで何とも言えないですけれども、議会の考えているところをどこまでこう組み込めていけるのか、あのそれはあの議案内容の、まあ、変更という意味でもないんですけれども、その反対の会派の意見をこう聞いてですね、それが反映できるような形にできるのかどうかっていうのは、少しもう少し詰めないといけないだろうなというふうに考えています。あとあの市長、あの、高い派とのですね、まあ、協調というのをあのかねてからずっとおっしゃっていると思うんですけれども、まあ、具体的に、まあ、どういうことをやっていきたいというお考えが、まあ、もし終わりだったらお伺いしたいんですけれども、いやもうそれは話し合いをあのいろんな側面で話し合いをあのやるということに尽きると思いますね。ただあのこのまで全てこういうやり方でやれますとは言えませんけれども、これは単にこの政治の世界の話し合いというのは、あお願いします、分かりましたってなるわけないのは私も分かってますんで、いろんなこの政治的な側面も含めてですね、話し合い、まあ、水面下の話し合いも含めてですけれども、しっかりとその前に進めるようにやっていきたいと思っています。例えばその施政方針ですね、まあ、高い派との協調みたいな話をですね盛り込んでいくようなお考えは、まあ、ありますでしょうか。そう、あのそれはもちろん
考えてますけどね。ただその施政方針についてはまだ具体的に最終的にまだ日にちもありますんでね、いろいろ僕の頭の中で構想はありますけれども、具体的にこの今確定したものがこれっていうわけではありませんので、そこは何とも言えないですけれども、ただそこはもう僕が選挙中ずっと言ってきた話ですから、そういったスタンスになると思います。ありがとうございます。毎日新聞の念仏です。初会合が28日にある福祉と推進本部に、大阪市の特別顧問の方も参加されると思うんですけれども、この特別顧問という制度自体は、新しい市長になっても続けていくということでよろしいでしょうか。はい、特別顧問の制度は続けていきます。これはその大阪のこの政治というかその政策をね、より良いもの、深いものにしていくという意味で、私はこの専門家の意見というのは非常に有意義だというふうに思っています。ですので、当然この役所の中での意見はもうそうですけれども、そういった役所はちょっと離れたとこ、そしてそこの分野について非常に知見の高い人、専門家の意見を聞いて案を練っていくっていうのが最終的には大阪市民の皆さんの利益になってより良い案になっていくと思ってますので、その制度は続けていくつもりです。はい、特別秘書ということで秘書さんを置かれる考えはありますか。はい、あります。やはりこの市長というのは、僕自身そうですけれど政治家ですので、行政のトップという側面もありながら、もう一つで政治家としての側面がありますんでね、その政治的な折衝であったり政治的なやり取りというのはこれ必ず出てきますんで、そういった意味でこの大阪市の職員は、僕は政治的な活動は基本的にやらないしないというのが本来あるべき姿だと思ってますから、ただそういった中で僕自身が政治家ですから、その政治的な側面の活動はあるわけですね。ですのでそういった中で特別秘書の役割というのは当然必要になってくると思うので、特別秘書はもうつけます。ただ裁判になっているのも当然認識してますんでね、前秘書の中で裁判になっているのを認識してますので、前秘書の時の特別秘書のその業務の在り方というか、それと全く一緒にするかどうかっていうところはまだそこまで考えてないというか、違った形も出てくるのかなというふうに思ってますね。最後にしたいんですけども、行政の見える化という観点から、その市役所の中での会議っていうのは原則公開の方針というのは続けていかれるご予定でしょうか。そうです、それは僕らは基本的な維新の考え方でもありますんで、基本的にはオープンにしていて、それは市民の皆さんに見てもらうということが基本的なスタンスですので、そこはある程度オープンにしていくということになると思いますね。MBS MBS 富永です。よろしくお願いします。中央省庁の移管の件で、松井知事の方は特許庁と中小企業庁の移管について発言されていますけども、吉村市長としてはの地方省の移管について何をどう考えていますでしょうか。これは大阪の産業の強みを高めるという意味では、その府と市がバラバラにあるという話ではないと思ってますので、大阪府が中小企業庁、それからこの特許庁というその中小企業に関する部分について省庁誘致しているというのは当然僕も認識してますし、今回の選挙戦でも僕はそれを訴えてますんでね。ですんで、そこの部分については府と一体になって誘致をしていきたいと思ってます。でそれからやはりこの大阪の強みというのは、やはりその観光というのは強み、非常に強い強みがあると思ってますんで、観光庁については誘致したいと思ってます。ただこの観光庁については当然その兵庫も手を挙げているというのは当然認識はしているんですけれども、その関西にこの観光庁を持ってくるというのは私大事だと思ってるんですね。東京ではなくて関西に持ってこれない、なかなか先般もいろいろこの省庁移転について、中央の
中央省庁の意見としては非常に否定的な意見が多かったですけれども、ただそれはやはり違うんじゃないのかなと、ここは積極的にアプローチというか働きかけをやっぱりしていきたいと思ってますね。ただ簡単にいかないのは分かってます。僕も国会議員も経験もしてますんで、彼らが権限を話したくないっていうのはもう肌で感じてますんで、そこは簡単にはいかないなっていうのもこれも分かってますけれども、ただこの大阪の将来像、それから日本の将来像を考えたときに、すべての中央官庁が東京に一極集中しているというのはおかしいと思いますから、まずはその政治家自身が声を上げないといけないんだろうなというふうに思っています。関西に観光庁という話の中で、そのおっしゃったようにその兵庫県なども表明されてますけども、もしそこは競合した場合などはどうされるんでしょうか。そこはもし私はもう一体になってでもこの関西に誘致するっていうのをねやっていけばいいと思ってるんですよ。で当然僕は大阪に来てほしいとは思いますけれども、ただそこでなんていうんですかね、強いメッセージを出すという意味では、僕は観光庁っていうのはやはりこの関西そして大阪にあるべきだと思いますし、ただそれが仮にこの兵庫ということで、それが実現するのであればね、実現するのであれば、私はそこでやっぱりその一定の何ですかね、そこの話っていうのも出てくるんだろうと思うんですが、ただ一番問題というか一番これはやっちゃいけないだろうなと思ってるのが、それぞれがそれぞれのことを言ってですね、結局どこもいや関西にも何も来てないじゃないの、そういう結論になるっていうのは僕は絶対あってはならないと思ってますんで、関西がある程度一体になってですね、中央省庁をどん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 移転させてくれという声を上げていくというのはもう本気でやらないとこんな動かないですから、中央省庁なんていうのは。ですので、もちろんそれぞれの役割分担というのもこれ大切なんですけれども、一体となってここはぜひ関西にというのは発信していかないと、やはり中央省庁には太刀打ちできないと思います。移転なんかできないと思いますね。読売新聞の清永です。大学統合についてお伺いしたいんですけれども、松井知事は一法人一大学という考え方を、表明されています。自民党は大学統合の議論に参加することは、前向きに検討している中で、一法人二大学あるいは一律大学への不立大の吸収みたいなことを言って、方向は一緒でも中身がだいぶ違うと思うんですが、吉村市長の考え方についてお伺いできますか。僕自身の考え方はやはり一法人一大学の方がこの大学統合のメリットというかそのシナジーというのは出せると思ってますので、一法人一大学の考え方は今の僕の考え方です。で、これ大学の議案になっているのはその中期計画について議案になっているんですけれども、それまず議案を挙げて、その議論をしていく必要があるとは思うんですけれども、それは一法人二大学の方がいいということの意見もどんどん出すのは当然出していただいた上でですね、僕は今の段階で一法人一大学がいいだろうというふうに思ってます。でも大事なことは大学やはり統合を進めていくことだというふうに思ってますので、そこについて、その進まないということは避けたいと思ってますし、一法人一大学がやっぱりあるべき姿としてはそれを目指すべきだというふうに思ってます。議案が通過した後の話し合いの中で、一法人二大学にメリットがあるとすれば、そういう選択肢あるいは修正するという可能性もあるんでしょうか。その一法人二大学の方が一法人一大学よりもいいよというような意見だと思いますので、そこはしっかりちょっとどんな意見なのかというのを当然出されて、それに対して我々一法人一大学の方がいいよという話は当然出していきますので、ね、今の段階で結論ありきの話ではないと思って僕自身の結論というか今の考えは一法人一大学です。あと報酬カットの件なんですけども、この4割カットという数字の意味はどういうところにあるんでしょうか。これは基本的にはやはりこれまでの、橋本市長の下では確か報酬が 42% カットと退職金が 82% カットだったと思うんですけども、市長と同等か同等程度の
カットも自分自身もこれやると、それはこの財政規律について、それから役所の無駄遣いをさせないという意味においてしっかりとメッセージを出すということ、だから公務員の厚遇問題は当然許さない、これからも許さないですし、その天下りや外郭団体の問題についてもこれまでと同じように進めていきますよというメッセージを含めてですね、そういった大幅カットの判断をしたということですね。もう一点最後お願いします。職員の方の給与カットなんですが、現在行政職については 6.5% から 1.5% のカットなんですけど、先ほどの話だとこの数字をそのまま継続されるということでよろしいでしょうか。その数字をそのまま継続します。そして、今人事委員会の勧告でマイナス勧告が出てるんですね。そのマイナス勧告をが出てるので、元になる金額も当然これカットになってくる話になりますので、その元になるカット、元になる金額がカットになった上でこのカット率というのは維持したいと思ってます。それで約60億円ぐらいの財源が生まれてきますので、そういったことを考えると、やはり人事委員会の、ね、マイナス勧告も踏まえた上でさらに、それはこれまでのカットを維持するということでいきたいと思ってます。だからこそ僕自身はやはり、退職金もなくして 40% カットするというので、僕も我慢しますが職員の皆さんにも我慢してもらおうと思ってます。最後に吉富さん。吉富です。よろしくお願いします。特別顧問の話なんですけど、報道で猪瀬直樹さんが特別顧問に就任されると受諾されたというお話がありますが、これが正しいのかどうかというのが1点と、ご承知のように猪瀬さんは公職選挙法違反でもって5年間の公民権停止を受けているわけですが、もちろんその特別顧問は議会承認人事ではないんで秘書の裁量で構わないんですけども、ただ議会の方からですね、多分反発食らうっていいますか、説明を求めるような声が多分出てくると思うんですけども、こういう話、反論があった場合ですね、どういうふうに説明されますか。まずこの福祉と推進本部がなぜ設置されるかというところも関わってくると思うんですけれども、その福祉と機能を有する大阪を作り上げるためには、やはりその福祉とはいかなるもんなのか、あるいはそれを実行する福祉とにふさわしい組織というのはどういうものなのかというのは当然議論の中心テーマになると思っているんですね。そういった議論の中心テーマの中で、やはりこの現実にその東京都政というのがどういったメリットデメリットがあって、具体的に、当然その本で見たりとか読んだりとかそういうのはできるものはたくさんあるんですけれども、そういうところじゃなくて実際の実務の点において東京都政とはどういうものなのか、それが大都市のあるべき姿として実行組織としてどうなのか、それは大阪市大阪府と比べてどうなのかというのは僕非常に大切だと思ってるんですね。でそういった意味で実際の経験をされた方、猪瀬さんのような方がそこについて意見をするアドバイスされるというのは、僕はこの大阪にとって非常にメリットがあると思っています。ですので、あくまでも行動基準判断基準は大阪にとってメリットがあるかどうかですから、そういった意味では僕はその東京都政を知り尽くしている方が特別顧問に入って、もらえるというのは非常に有意義なことだと思っています。でそのコミケ停止に関してですけれども、これは選挙に出るとか出へんとか出ないとかそういう話 ではないと思いますし、それがあるからといってですね、全くこのなんていうんですかね、そのこれまでの政治あるいは東京都政の在り方について意見を述べれないというのはおかしいと思ってますし、もっと広い目で言えばですね、誰でも失敗というかそういうことはあると思うんですけれども、そういった一度失敗した人、これが例えば何かこう当然それぞれの刑事罰とか行政の制裁というのを受けることはあるとは思うんですけれども、それ以外に、その何て言うんですかね、
なんていうの、その自分たちの意見を発する場が制限されるというのも、これもおかしいと思ってますんで、そういった意味では、公民権停止されているということについては、私は障害事項にはならないというふうに思っています。ありがとうございます。最後一つで、各国のですね、総領事館、大使館の方と話をしているとですね、前の市長はにその儀礼的な挨拶をしてもですね、応じてくれなかった。みんなその、そういう外交的な話は松井知事の問題だということで振られたということで、いろいろとまあ不満といいますか、ちょっと首をかしげてるか国も多かったんですけども、新しく、例えばアメリカでもイギリスでもいいんですけども、総領事なりが吉村新首に挨拶に来たいという場合は、今後は前の市長と違って挨拶を OK になりますか？いや、その挨拶を受けるというのはもう受けていくということになるとは思うんですけれども、ただ僕はその国政政党の代表でもないですし、そのいわゆる外交問題について、何か発信するというのは控えていきたいと思っています。ただその大阪のいい面、とかをどんどん国内に出していくというのは積極的にやっていくべきだと思ってますし、そこであえてこう遮断する必要はないとは思ってますので、それは積極的にやっていきたいと思ってますが、いわゆるその国政マターというような外交問題、あるいはそういった課題についてですね、大阪市長としてどんどん発信するというのは僕はちょっと違うのかなというところもあるので、そういった意味ではちょっと橋本市長と違うことになるかもしれませんが、ただそういった海外の要人の方とやっぱりこの接触するというのは大阪の夢を海外にも出していくという意味で必要なことだと思いますので、それはお受けしていきたいと思っています。それではこれで終了いたします。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。